皇族貴皇族は皇帝の一族、あるいは日本の天皇の親族のうち、既婚の女子を除く男系の着出の血族及びその配偶者の総称。すなわち、皇室天般の規定するところの参考、親王・親王妃、内親王、王、王妃、女王及び天皇の大一等に関する皇室天般特例法の規定するところの上皇后の総称である。 天皇及び皇室天般特例法の規定するところの条項は皇族には含まれない。天皇及び条項を含む場合は皇室という。本項目では特質のない限り皇室天般及び皇室天般特例法の規定するところの皇族について記載する。天皇の子を御子と呼ぶ。現在は国会が議決した。 皇室天般によってその範囲は皇統に属する天皇の一族を皇族と定めている。このうち皇后、皇太后、皇太子または皇太孫、皇太子妃などと、その独立していない子女の内廷に属する皇族は内廷皇族と呼ばれ、内廷から独立した三宅に属する皇族は三宅皇族または内廷外皇族と呼ばれる。旧皇室天般と異なり、 偽着出子は皇族とされない。天皇の母方の血族や姻族に関しては特別の規定がなく、民法の規定により、天皇の外籍のうち皇后から三神党内の者が天皇の姻族となる。天皇の姻族は皇族ではないが、民法上は天皇の親族である。このように皇族イコール天皇の親族、血族である者全員というわけではない。 皇族以外の親族には、下記、特有事項は該当しないが、禁止新婚の禁止等の規制等は適用される。天皇または、親王王の着出の子女として生まれた者以外が皇族となる、ことができるのは、女子が、天皇、親王王のいずれかと結婚する場合のみに限られる。また、各皇族個人に対して用いられる継承として、陛下と、 殿下の二つがある。以下、未来別該当者人数は2021年10月26日、現在のものである。2021年10月26日現在の、皇族は、以下の15名である。範囲は、戦前の皇族民異例に準じる。ただし、兄弟姉妹間では出生の順による。なお、徳人を呼び、秋人を含む、皇室構成員は、 17名。皇統府には、宮号と称号は登録されない。なお、宮号は、天皇がその親王王個人に暮らし本人のみが称するものであり、当該親王王の妃や子女等が、自らの宮号として、これを称することはない。ただし、上表では、妃や子女等についても、便宜のためかっこ可きしている。皇族の故障は、内閣告示。 宮内庁国事や官報の皇室事項欄では、歌会詞などの特別な場合を除き、次のようになっている。宮号や称号が表記されないことに注意が必要である。宮内庁のウェブサイトや、尊能関係の書物においての故障は以下のようになっている。範囲は、すなわち皇族の序列である。皇族未礼において詳細に定められていた。 現代皇室においても、皇族民礼に準じるものとなっているが、兄弟姉妹間では、女子よりも男子を優先する場合と、男女関わらず、出生順による場合とが見られる。前者の例として、昭和41年の歌会史において、友人親王や少ない親王の赤字順となっている。後者の例としては、昭和52。 五十三年の歌会誌において、様子内親,親王のりひと新能の席次順となっている。昭和五十八年の様子内親王の結婚による、功績離脱後は、青年皇族間で順位の逆転が発生した、こと自体がないため、近年の取り扱いは不明である。現皇室典板下で行われた、九百四十七年十月の11、三宅十一名より後に、 親戚降下した人物の一覧は、下表の通りで、全員が、皇室天範第十二条の規定を根拠とした、離脱である。上述の通り、人数は、天皇、上皇を除いたものを記載する。皇統に属する男系の男子は、皇位継承資格を有する。皇位継承順位は、皇室天範第二条に規定される。新王妃。 王妃を除く青年皇族は、摂政就任資格と国事皇位臨時代行就任資格を有する。就任委任順序は皇室典範第17条に規定される。皇族も日本国憲法第10条に規定された日本国籍を有する日本国民である。皇室典範その他の法律により若干の制限はあるものの一般の国民との際は、 本来大きいものではない。皇族の参政権は、皇族が戸籍を有しないため公職選挙法不足により当分の間停止されているだけである。しかし、実態として皇族の権利や自由は大きく制約されている。これは皇族という特別な地位にあり、天皇と同じように制限されるべきだという考え方が市民の間で根強かったためであるとされる。 このため、一般国民とは異なる取り扱いがなされている面が多くある。具体的には、事実上、皇族に対しては、日本国憲法第三章が一部適用されないということである。三宅とは、日本において、宮号を賜った皇族の一家のことである。神皇及び王の家を指すこともある。宮とは、もともと天皇及び、 皇族の屋敷のことを指し、転じて住んでいる皇族のことを指すに至った。さらに、旧との称号を男系男島ごたる皇族が、世襲することが認められるようになった。これが、三宅と呼ばれるものであり、個別には宮号に応じて、三宅と呼ばれることがある。ただし、現行法上はいずれも法的な根拠を持つものではない。旧の称号は、三宅の当主たる親王。 王個人の称号であり、その家族は用いない。三宅の内天皇の子女や兄弟が創設した三宅を、直気三宅という。当銀の天皇との決闘の落ちこちにかかわらず、代々新王宣言を受けることで新王の未いを、保持し続けた三宅を、世襲新納家という。皇室会議は、日本の皇室に関する重要な事項を合議する、国の機関である。 皇室典範第28条以下に定められる。皇室会議は以下の議員10人でこれを組織する。701年に制定された大法令、757年に制定された養老令などの律令には皇族は皇進として規定されている。また、2世から4世までの皇族は王子とも呼ばれた。平安時代に入り、官武天皇期に、 姿勢効果が本格化し、母の身分が低い巫女の親戚効果も開始された。鎌倉時代には、世襲新農家が成立した。江戸時代以降に世襲新農家は、伏見の宮、有栖川の宮、京急、官院の宮の四つの三宅にまとまった。この四家は、代々の当主である王が、天皇の勇士となり、親農宣言を受けて、親農の待遇を受けた。 大日本帝国憲法下では、1889年制定の旧皇室天畔によってその範囲を規定された皇統に属する天皇の一族を皇族とする。現在も、同様に天皇は皇族に含めない。また、天皇と皇族を合わせた全体を皇室といった。皇族の構成員は、皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃。 皇太子、皇太子妃、神皇、神皇妃、内神皇、王、王妃、女王である。また、皇室親族令により、陰族の範囲は三神党内と規定された。律令制の下で皇妃と呼ばれていた故障に変えて、皇族という故障を採用した。また、旧来は皇后といえども、進家の家に生まれた場合には、皇妃とは認められなかったが、 この改正によって、皇后、妃なども皇族として扱われるようになった。現行皇室天畔との相違点として、四世孫までが、親王、内親王とされ、五世孫以下が、王、女王とされていた。また、被着室子も皇族とされた。旧皇室天畔により、青年に達した皇族の男子は、皇室内の事項について、天皇の始順を受ける。 皇族会議の議員となった。1888年5月18日の明治天皇による勅命により、青年に達した新王は、数密院の会議に反列する権利を有した。貴族院令により、青年に達した皇族の男子は、自動的に帝国議会上院の貴族院における皇族議員となった。だが、皇族が政争に関与すべきではないこと。 男性皇族は武漢であったことから、党員は極めて稀であった。皇族未慰霊によって、御くらいに基づき叙勲された。皇族男子が軍人となることは、1873年12月9日の大乗官たちを経て、皇族未慰霊第17条によって、次の区分に従ってその義務が明文化された。明治天皇の意向で開始された。 第二次世界大戦終戦後の1945年11月30日に根拠規定である皇族命令第17条が削除され義務が消滅した民事訴訟皇族総合間の民事訴訟については特別裁判所として皇室裁判所が臨時に必要に応じておかれこれが管轄することになっていた他方皇族と人民の間の民事訴訟については 人民の皇族に対する民事訴訟の第一審と第二審が東京高訴院の管轄に属することとされたこと等の外は一般の法令によるものとされた。刑事訴訟皇族の刑事訴訟については、軍法会議の裁判権に属するものを除く外は大四人の管轄に属するものとされた。軍法会議の裁判権に属するものについては、 皇統軍法会議で審判された。皇族の範囲は、皇族民異例により、次の順序によるものとされた。皇后夫子皇太后、皇太后皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃新王新王妃内新王王、王妃女王また、以上の順序の中でも細かな点については、以下のようになっていた。天皇の長子天皇の長孫その他の天皇の長子の、 子孫天皇の子子及びその子孫その他の天皇の、子孫天皇の兄弟及びその子孫天皇の、白粛父及びその子孫それ以上の皇族本校で、述べる、旧皇族とは、北朝第三代、須皇天皇の男系子孫であり、連合国軍に非占領期、1947年に、GHQ、スキャップの指令により、皇籍離脱をした11宮家に属する51名の、 ことこのうち、東伏見、関院、梨本、北、白川家はすでに断絶または断系断絶し、断系として続いているのは、それ以外の七つの家系にあたる。ただ、皇籍離脱した後も、皇室の親戚という立場には、変わりがなく、皇室の親族が所属する親睦団体の、菊江親睦会を通じて、現在でも、 皇室との親近な交流は継続されている。ありがとうございます。